スラパチステーション面白ライター動画パチンコスラット2ちゃんまとめ解析攻略情報全部アプリ一つで楽々チェック。スラパチステーションで検索してね。セイントセイヤをね、新大当初以来久しぶりに打ってきたよ。でね、まあ、その頃から動画を見てくれている人もね、少なからずおるとは思うけれどもね、いや本当にね続かなかった俺はね。で、あの頃はまだね、絶浪で3万発か4万発かもね出す前だったからね、あのロング ST が本当にね、まあ、嫌いではないけどなんかこう当たる気がしないというね、そういう感じが俺の中ではあって、まあ、あの打つ前からね正直気持ちで負けているっていうようなね、そういう状態だったんだよね。だもんでね、当然そんな気持ちで打ってはね、セイントセイヤも当たりは引けて ST に突入できても、続かないという状態ばかりが続いてね、台自体は面白いし演出もねめちゃめちゃ凝ってるのになかなかね、楽しめているけれども楽しみきれていない自分がねいたということでね、まあ、久々に打ってきたんで見てみて。娘がアテナ後悔なさるな、ライターに奪われそう。こら、わかんねえ。セイヤ、このコスモはセイヤ、
死のメロディーを。そこをどけ。それほど死を望むか。終わりにする。さあこの笛の音の高まりを聞いて滅びるがいい。デッドエッドクライマックス。はい。ということでね、まあ、4連ということで、決して続いたとはね、言えんけれども、まあ、自分の中でのセイントセイヤ最高記録だし、まあ、いつもね、ST スルーだったり、2連ばっかりでね、終わっていた頃に比べれば、もう十分楽しめたかなという感じだったね。あ、セイントセイヤの ST 値はこうやって当たるんだっていうのがね、今になって今更、分かったっていう感じだったね。で、初当たりに関してもね、まあ、朝一ゼロ回転からで早かったし、こんなんで、まあ、赤保留ではあったけどもね、これで当たってくれるんだぐらいのね、そういう感じもあったからね、いや、非常にいい実戦であったなという感じがするね。でね、まあ、本当は、その、嬉しさをね、表現したいんだけれどもね、ちょっとね、稽古の筋肉痛が取り切れずね、ちょっと体が非常にだるい状態でね、この後まだ仕事も控えているということでね、ちょっとなかなか、肉体的な元気が出ない状態なのでね、ちょっとテンション低いけれども、俺今結構嬉しいっす。セイントセイヤね、うまく自分の中でね、これでやっと消化 しきれたかなという、そういう印象だね。まだセイントセイヤ打ってないなんていう人もね、もしかしたらいるかもしれないけどね、今回の台めちゃめちゃ凝っててね、面白いからね、打ってみてね。という感じで、終了です。あー、えら。あー、えら。スロバチステーション。面白ライター動画。パチンコスラット2ちゃんまとめ。解析、攻略情報。全部アプリ一つで楽々チェック。スロバチステーションで検索してね。